大将持ってても大丈夫。麺がピカピカや。ここはね、香川の最西端になります。観音寺美濃浦駅の本隣になります。かなり愛媛寄りです。なんとか大好き芸人って言ったら普通アメトークのシャレでしょ。それは分からん人が多いよ。びっくりやわ。お前芸人やめといてなんで芸人ってやるんや。もっと芸人やろよ。もうそんなウィットの分からんような人には見てほしいないわ。あ、すいません、ぼやきまして。ちくわの天ぷら大好き元芸人。ほら、ただの自己紹介やないか。ごちそうさまでした。柳川うどんは観音寺市内の民家の一角にあり、お店は田舎の食堂といった感じでしたが、昭和2年創業、隣の部屋がもう洗面所になってました。いただきます。麺が長い。
師匠は観光気分でまるで少年のように大はしゃぎでした。だからほとんどモザイクなったやん。座る。お前立って写してくれ。立った方がいいんちゃう。そうでもない。しょ、動画ですよ。だから動画ですって。すごい天ぷら、たまねぎ、うん、200円、あ、あれ、超えてくれた、うん、あ、ほんま、ダシもついてんの、はい、すごいね、うん。